これはオレオです。怖い怖いのかな、母ちゃんじゃないね、これカタクリンじゃないんで、あ、ちょっとあの検証当選開封の儀やるんですけど、ちょっと今あのでっかい大人のうずら、この子ももともと卵からちょっと今も現役卵を産む、ね、現役でも、でもカタクリンのような、カタクリンと全く同じ時期に産む、正確に言うとカタクリンが4月20日生まれで、4月21日に生まれたの。もうずーっとなんかひき肉と遊んでるからすっげーでっかく感じる、この子が。ほら、あ、ひき肉甘えるんだ。この子はですね、結構あのいじめっ子だったんで、結構早くから一人暮らししてました。うずらはなんかあのやっぱね、その時の機嫌によってつついたりとかするんで、この頭とかつついたりするんで、やっぱ多頭飼いは良くない。多頭飼いっていうか、あの一人一つの家で育てないと、やっぱなんかあのつつき合っちゃったりとかして、ちょっとこういうところハゲちゃったりとかするんで、ハゲるとだんちょっとねって感じですね。まあまあ自分でねジャンプして、ちょっとごめんごめんね、母ちゃん、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、俺を我慢して、今ひき肉のまま、ひき肉をほら、この人不可気で4日も早く生まれちゃったから、あー、うんこした、うっこした、ここここの中にさ、ちょっとお前らさ、ちょっとあの何匹かメスいっぱいいるんだからさ、こうやって育ててくれればいいのに、育ててくれないんだよな、ひき肉を。よし、でもあのね、育こう母ちゃんに育ててもらうと人間に懐かなくなっちゃうからつまんないっていうところはありますね。で、ひき肉、現在のひき肉はじゃじゃーん、ちちちちちち、羽根子の感じ。はい、じゃじゃーん、羽根子の感じ。ちち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 。ひき肉の話いいからさっさとしろと。まあちょっとあの、いいですか？今日は、ちょ、封筒届きました。簡易書き留めです。これはね、スーパーアルプス、ニチレイフーズ共同企画、ドカンと当たるアルプスキャンペーン、こちらです。じゃあ見えますか、これほら、私がさチームハリネズミで当てようぜって言ってなんか言ってたやつで、途中で忘れて社長にあのそれはこれですみたいな、何の形状だっけみたいな言ってたのがこれです、これです。当てました、やりました。チームハリネズミのリーダー、勝手リーダー、いやチームハリネズミってリーダーシップで私でしょ、リーダー、実はリーダーはジョゴだったみたいなリーダー誰でもいいんだけど、来まして、はい、ご当選おめでとうございます。この度ちょっと待って、日頃は、ニチレイフーズ商品をご愛顧いただき、熱くお礼申し上げます。この度、ドカンと当たるアルプスキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。厳正なる抽選の結果、数多くの応募者の中から、あなたが選ばれました。はい、ここ、商品のアルプス商品券、見る？1万円分をお送りさせていただきましたので、1万円をお送りで、ドーン、アルプス商品券1万円、こわ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 、やったー、やった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 、ひき肉です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 、やったやったやった、
ゃあ何買うかね。ひゃひゃひき肉です、ひき肉です。ベッドシーツでも買うかね。お前らのご飯はないんでね。ひき肉嫌がってるやんけ。ひき肉、あ、アルプス商品券ね。はい、まず目を見せましょう。すげえすげえ、何の袋にも入ってないよ。何の袋にも入ってない。いつもだとアルプスって、アルプスっていうなんか細いなんか封筒に入ってるんだけど、いやーなんか生涯アルプスの商品券どれくらい当てるかっていうのでさ、ずーっと貯めときたいのもあるんだけどさ、あのほらなんか株主優待とかやってるやつでさ、クオカードとかさ、もうずーっと使わない、ずーっと貯め込んでるやつとか、あの商品券系ずーっと使わないでずーっと貯め込んでるやついるでしょ。あれさ、もうね、ダメ、経済回せ。っていうか、アルプスは基本的に賞味期限なの、有効期限があるから、無理なんだよ。貯めといてさ、いつか困った時にとかって思うかもしれないけど、困った時に、アルプス、そんな簡単にちょろっていけるようなスーパーじゃないんで、片道1時間半はガツガツにかかるんで、もう土曜日とか日曜日なんかは2時間かかったりとかするし、石原なんか行こうもんにはですね、高速乗っていかないと、すっごい遠いし、なんか、道が新しくなったのが、うちのナビに反映されてなくて、結構大変なんです。結構大変なんです。だから、もう、すぐ使う。当たったらすぐ、お礼みたいな感じで持ってすぐ使いに行く。いやーでも最近ちょっとアルプスの検証マジに、なんだろう、アルプス私のなんか YouTube とか見てんのかな？アルプスの皆さん、ありがとうございます。全然近かないですけれども、週2回くらい行くときもあります。あります。確かこれくらい、いや、これくらいの時じゃなくて、連休でいつかちょっと忘れたんですけれども、アルプス行って、買って、商品忘れて、すっからかに忘れて、帰ってきて、2日目に取りに行って、またなんか買って、なんか忘れて、で、もう一回行って、その次、3回行ったんだよ。3回目にはもう何も買わないって思って、もうそれも、あの、検証のね、あれとかも、あるでしょ？もういらないでしょ？だから、もう3日目の時はもう何も買わなかったの。だけど携帯電話が忘れてきてさ。で、もうがっくり落ち込んでたの。もうアルプス閉店で家帰ってきてからだったら、もう電話もつながらないから朝一電話かけて取りに行くぐらいしかないんだけど、もうそれ、ね、かなりがっくりやってたら、うちの黒子がね、朝電話かけて取り行ってくれましたよ。ちびすけと一緒に。いやー、4回。あれきつかったなー。あん時はね、でもね、確かジェルボールとか買ってた時期なんで、でもまあなんか当たってたよ。あの、八村塁のなんとかとかさ、日清のあれとかさ、八王子ラーメンだけはどうしても当たんないんだけど、この間八王子ラーメンのちょい足しで、2箱いただきましたし、日清食品詰め合わせ、かなりすごいです。で、あとはね、明治で、なんかあの、GoProいただいたり、GoPro、2500円明治を買えって、って思ったけど、ちゃんとしっかりなんか当てに行ってますしね。あとは、鵜飼亭の商品券も、2万円分も当ててますしね。アルプスね、すげえんだよ。だから、行く価値があるっていうのを、すごいな、私は言ってて、そしたら、社長が、やっぱりあの人も遠いみたいなんだけど、遠いみたいなんだけど、私が、そこまで言うならみたいな感じで、なんか行くようになったんだよ。すっごいいろんなものが当たってさ、アルプス。いやー、鵜飼亭もそうじゃん。なんかあとアルプス、あ、そう、ユニバーサルスタジオジャパンもアルプスでしたね。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットも、伊藤園アルプス、あ、伊藤ハムアルプス、他何アルプス、いやーなんかもう毎日検証生活で毎日当たったのをガンガン言ってるんで、もう忘れたよね。それ忘れるのもいいのかもしんない。はい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 。囚われの身。俺を。囚われの身。俺を。いやー。いや、で、皆さん行きたくなるでしょ？だってさ、アルプスって近くない私にも、当選するチャンスがあるんだよ。卵もこう、こんな感じなんで、卵から、もう結構4倍ぐらいに大きくなったよ、うちの、ひき肉。あー、もう、うちの、俺は、出たくてしょうがないんだな。出たい？オレオ。おいで。うわ、もうこれ、でっかく感じるわ。うずらって、インコの2倍ぐらいかな。いや、インコ、いや、その、インコにもよるかな。インコよりちっちゃい、インコ、でっかいインコもいるんでね。すっごいいろんなこと喋ったり歌ったりするインコもいるんでね。はい。ママ。つつくなよ。重要なのは、ここ、お腹。ママのお腹。はい、ちょっと、ひき肉。ちょっと、あー、母子力ねえな、母子力が。ちょっと、じゃあ、行こうか。はい、はーちゃん行きます。はい。いやー、なんかズクズクだな。でも、何が、あとね、インスタとかでもね、ちょっとね、あんまり、スーパーアルプスって連呼して書かないようにしてたりとかしてるからね。このユニバーサルスタジオのやつもスーパーアルプスってわざわざ書いてない。あとは、ヤオコーは難易度が高いんですけど、スーパーアルプスはこの商品券を持って握りしめてお礼参りみたいな感じで、買い物、対象商品を買いに行くと、まあ、そこでまた当たるっていう、なんか、相性いいんですよ。ダイエーも、大体、お金払った分、全部、商品券で、当選で当たるっていう、これも商品券でしょ。多分、今も多分、スーパーアルプスの商品券、財布の中に、結構、あるんじゃないかなって。あと、なんか、2個3個当たったやつを、これがうかいですね。これスーパーアルプス。今、ちょっと、月末なんで、もう、終わりなんだけど、やっぱり、ちょっと、1円でも払わないで、うかいに行きたいっていう感じで、KO のキリンビバレッジのやつで、やっている、検証に、頑張ろうかなと思って、京王線乗って、府中に行ったりとか、成績桜ヶ丘に行ったりとか、新宿駅で、自販機探したりとか、したんだけどさ、あれも、なんか、まあでも、ハーフだね。応募した中で、半分、まあ、うかい狙ってる人多いと思うから、八王子の人は多分わざわざ読売ランド行きたいって思わないと思うんだよ。読売ランドなんて。だって、うち近いから読売ランド。近いから、まあ行ってもいいかなぐらいな。しかもなんか丘の湯に車止めて、夜行って、でも昼間からずーっと読売ランドね、練り歩く必要なんか全然ないので、ただ、ライトアップがすごいので、夜行って、で、私、丘の湯入ってるから、丘の湯でいるから、休んでるから、おばいら行ってこいみたいな感じで、夜の、イルミネーションを見に、読売ランド的な。まあ、それでも読売ランドも5000円ぐらいするんだ、チケット。で、私は、まあ、入場券みたいなやつ。なんか近隣の人が入れる入場券みたいなやつ。
だから新聞屋さんがくれるやつで入るみたいな感じでさ、ちょろっと1時間ぐらい歩けばいいかなぐらいな、そんな感じでございます。だから、当たる方を狙うか欲しいものを狙うかっていうのはちょっと迷うところではあるんですけど、費用対効果で言ったら鵜飼の方が多分大変んー、だって八王子でしょ、あ、八王子、京王でしょ、京王、あ、京王沿線のスーパーって基本的に多分京王ストアだったら検証やる層は都心の人は多分検証やらないと思うんで、多分やるとしたらもう八王子界隈の人たちがやると思うので、そうするとやっぱ八王子に鵜飼亭があるので、もう八王子の人はなんか基本的になんか赤ちゃんから年寄りまで祝い事は全て鵜飼亭みたいな感じらしいですよ。多分鉄板焼きだと思うんだけど、鉄板焼きがなんかちょっとイメージ的にさ、鉄板焼きってさ和食ってイメージないんだけど、私なんかが何回も自慢してすいません、新婚旅行かなんかタヒチに行った時に、タヒチで日本食って言った時に鉄板焼きでしたからね。もう全然、もう病気っていうか風邪ひいたんで、鉄板焼きだから全然食べたい気持ちにでも何でもなく、何も食わなかったっていう思い出がございますけれども、徐々に具合悪くなってくるの。気温差で。だいたい11月ぐらいに行くからさ、ちょっと待ってみ。入籍したのが10月で、11月にパスポートができてから同じ名前のパスポートで行きたいとか言っちゃってさ、いや、なんか、バカだね。うん。それで11月に行って、で、ギリギリまで、二人ともギリギリまで仕事して、で、もう不眠不休で、すげえ疲れてるところ、飛行機に乗って、あっちの、なんか、気候が全然違う、もう真夏みたいな感じのところに行って、具合悪くなったんだよ。こっち、11月ってまあまあ寒いじゃん。いや、寒いよ。寒いよ、みたいな。帰ってきた時だって、成田エキスプレスのところに冷気が、ふわってくるのなんか感じ、寒いみたいな。あっち暑いのに、こっち寒いみたいな。そういう状況下で、行きまして、初日ぐらい、まあ、なんとか。いや、でもね、初日に、なんか食べ物、向こうのなんか、フランスのに、何?あっちの、タヒチの食べ物、なんか食べて、私はもう全然食べる気なかったんで、何も食わなかったんだけど、それでも頑張ってなんか食った黒子が腹を壊し、で、どんどん二人とも弱っていったんだよ。あれはね、まず成田離婚でもおかしくないようなね、エピソードがあるんだよ、マジに。二人ともクソだった。マジに。二人ともクソだった。なんか、やっぱり海が綺麗なんで、なんかね、なんか海の中に潜ろうとか、エイにタッチし、エイと遊ぼうとかで、わけわかんない、サメみたいなさ、変なやつ遊ぼうみたいなやつとか、あったんだけど、もう、黒子は腹壊してるし、私は風邪ひいてるし、でも風邪ひいててもとりあえず頑張って海の中入ろうみたいな感じで頑張ろうとしたんだけど、でもその直前でなんかちょっと人としてっていう事件があったりとかしたんでね、ちょっともう本当に最初から最後まで結構きつかった。お土産もきつかった。高いんだもん、物価が高い。物価が高くて名物が何ですかって言ったら黒真珠とかなんだよ。黒真珠って高いんだよ。せめて仲人とか自分たちの両親とかの、なんかそういうのをとかって思うじゃん。あーって感じ。で、まあ、それは良しとしてですね、何の話してたらこの話になったのかわかんないですけど、私、まあ、チームハリネズミとしてですね、ニチレイフーズアルプス商品券1万円当てましたんで、まあ、チームハリネズミのですね、チームハリネズミ、私リーダーなのか社長なのか、何のあれかわかんないですけど、チームハリネズミとしてですね、多分私の中でチームハリネズミの、リーダーは、ジョーなんだよ。ジョーから始まってんの、これ、日。で、私、冷食全然嫌だって言ってたの。もう、冷食もそうだし、八王子ラーメンもそうだし、もう、ほんと思い込みでずっと嫌だって言ってたんだよ。昨日とかもしっかり食べたからね、八王子ラーメン。
いっぱいあるから、八王子ラーメン。いただいて。ちょい足しで買った時に、の八王子ラーメンと、あと、いただいた八王子ラーメンと、っていうので、まだあるから。ただ、一ケース当てたことはないので、それがちょっと本当に悔しいんですけど、あと、サントリージャンボのやつも、当選が来てて、なんか、肉を、10月何日に送ります。何日って書いてあったか、すっかり忘れちゃったんだけど、10月何日に肉を送ります、みたいなやつ。2個来たよ。2個来てて、そうなんだ、みたいな。うん。あれも多分ね、アルプスだと思う。アルプスサントリージャンプはよくやってるから。アルプスと相鉄ローゼンで見かけた記憶があるんで、アルプスだと思うんだよな。なのでですね、ぜひ、あ、でもね、この30日と1日、月末月賞、ガチの月末月賞、しかも土日に当たったら、あんま行くのをおすすめしません。なぜかというと、検証がギリギリで、まあ、9月30日、締め切り、消印有効みたいなやつは確実にもう土曜日とか間に合わないから、あとは、10月1日スタートとかが、もう店に置いてあって、間違って買っちゃったりとか、すっごいミスが多いので、まあできましたらですね、月末月初はぐっと我慢して、うん。私昨日、ちょっとブログに書いたんですけど、悔しくて。肉の日最後のチャレンジで、もう、買ってね、来て、帰ってきて、満を持して応募しようとしたら、5時で終わりですって書いてあった。って普通23時59分じゃねえのって思ったんだけど、もう縁がないんだね。5時で終わりですって書いてあって。で、29日の金曜日の日は、ちびすけがなんか具合悪いとかなんとかで、学校から呼び出し食らって、すげえ大変だったんだよ。なんか、今ちょっと熱で出るとさ、保健室からさ、速攻呼び出し。いや、もう、思い出したね。保育園とかも、うちは保育園じゃない、幼稚園とかでも、いや、でもうち、ちびすけが幼稚園で具合悪いって言って呼び出し食らったこと一回もないんだよ。でも、もう巷でよく言うじゃん。保育園とか幼稚園とかで、具合悪いと、働いてようが何しようが、速攻帰ってこいみたいな、迎えに来いみたいな。病気になった子供は一切預かれないみたいなスタンス。だから、って言うじゃん。うち、かなり健康な子供なんで、よかったなって思ったんですけど、今のところ、小学校も、解禁なんで、無欠席で学校には行ってるんで、ま、間コロナとか入ってるんで、遅刻とかに関しては結構緩い、時代ではあります。熱測って、ちょっと熱があったら来なくていいですよ。出血にはカウントしませんよとかあったりとかして、うちちびすけコロナもインフルも1回ずつかかってて、コロナとインフルはどうぞ来ないでください。出血に関係ございませんみたいな感じで、セーフだったんで、よかったです。風邪は多分欠席になっちゃうから、ちょっとチーンって感じなんですけど、まあ、たかが6年、されど6年、欠席しないでいくっていうのはすごい、大変。私は学校私立だったじゃん。あの時は小学校6年間無遅刻無欠席で、表彰される人とかいたりとか、いたけど、何がすげえんだよ、こんなもんって言って。思ったんですけど、私は全然学校サボってたんで、何がすげえんだよって思って、で、それがさ、幼稚園、小学校、幼稚園から小学校での表彰っていうのもあって、で、バカじゃねえのって思ったりとかしてた。幼稚園、小学校。で、小学校だけとか、幼稚園で終わっちゃった人はもう、その後表彰されないんだけど、猛者がいて、幼稚園、小学校、中学校で、解禁の人、もうすげえなんかすげえ表彰っぷり、何人も人数いる中で、何人も人数で何百人とか、全員全校生徒でどれくらいいたのかちょっと覚えてないんだけど、多分中学ぐらいからはなんかコースとかも分かれてて、いろいろあったと思うんですけれども、一応中学まで、
幼稚園、小学校、中学校、皆勤賞っていうやつが一人とか二人とかいて、すっげー手厚く表彰されてた。いやー、今考えると確かにお前すごいねって感じだよね。6年間でもすごいのに、しかも遅刻もなしに、いや、すごいね。いや、マジにすごいよ。だって、雨の日も、風の日も、雪の日行けないんだよ、バス止まっちゃったりとかするから。親が気合で送ってくるにしても、学校って山の中にあるから、道、雪で行けねえんだよ。え、どうやって行ったのっていうレベルなんだよね。確かね、雪とか降ったりとかすると、まず電車が止まったりとかして、遅延とかで動かないとかあるから、無理じゃん。一番なんかもうやばいのは、やばかったのは、もう全然学生とか関係ない時の、あんじゃん、東日本の時なんかは、小田急とかで多分1ヶ月くらい止まってたんじゃねえのっていうぐらい。電車乗らなくて済んだからあれなんだけど、ああいう時、どうしたんだろう？全部親がさ、送り迎えしたんかな？電車乗って行かなきゃいけない親の子供って、相当大変だと思うよ、マジに。アルプスに行くぐらいのレベルでしょ。で、それが送り迎えでしょ。気合だよ。やっぱ表彰だよ。やっぱそれで、やっぱ採用とかで、なんかこう、無遅刻無欠席です。どうやみたいな感じで、あ、この人は、そういうなんか、会社休まないんだな、評価とかになるのが、なんとなく、そういう決め方もありかな、とか。考えたりしますね。で、結構くつろいでんね、うちのひき肉。うちのひき肉、孵化器で4日早く生まれてきたから、ちょっとクリーンのところに合流するのがなかなか大変で。で、私の、とにかく私さえ目の前にいれば納得してるの、この人。で、だから私が横になりながらスマホやってるときは横にいたいから毛布の中にくるんでるっていうね。だから結構危険な。ちょっとそれ、これ、姉ちゃんのうんこだからさ、危険よ、これ。うんこのところに鼻置くと臭いよ。うんこのところに鼻置くと臭いよ。ね。ね。うんことか鼻置かない方がいいよ。ね。で、スーパーランプス当たったので、なんかズクズクになりましたが、やりました！チームハリネズミ、当てました。これちょっと女王と、あとは、女王と、まあ、チームハリネズミって言っても、その時にチームハリネズミでスカウトしたのは、女王と、社長だけなんですけど、3人でチームハリネズミって、勝手に結成してるの。女王には、私そんなの、入った覚えもないし、応募すらしてないよって言われるかもしれないですけど、女王はチームハリネズミです。リーダーです。お前じゃないのか、うん、違う。だって、多岐にわたっていろんなものだって、知ってるんだもん。私はかなり食わず嫌い。新商品とかも結構嫌なタイプだから、ちょっと、もう情熱的に同じものしか買わないから、だから、これいいですよ。あれいいですよ。この検証はとか言ってくるの。大体女王だから。佐藤のご飯も、もうパックのご飯なんて絶対嫌だって。もう最初は拒絶してんのよ。でも、すごいなんか温かい目でずっと言ってくるのよ。で、私が、とか言いながら、やったら当たったのよ。でも、佐藤のご飯そんなに頑張らなくても、商品は佐藤のご飯が倍返してバーって一ケース来るか、ビールだからさ。今年やってんのかやってないのかとかもうちょっとわかんないですけど、あれ一回当たると、もう、しばらく当たんないから、もう気にしない方がいいよ。もう、頑張り続けて、なんか、すべてやって、無駄にね、頑張るよりも、あ、そろそろ当たっかな、みたいな時に、ぴょっと出して、ぴょろって当たった方が嬉しいでしょ。で、長谷園のやつとかも、私はもう大人のふりかけ本カツオしか買わないから、これ見てこれ。うん。応募しましたよ。これも。最初の10月15日までに出すとパンダが当たるんで、もう大体同じの買わないから、これ。もう、パッケージが全部ないからさ、もう、パッケージ取って、バーコードで貼って応募してるんで、パッケージがないからこの中に入れて、ふりかけ
誰が食べるのって、チビスケ食べるんですけど、ちなみに大人のふりかけ本カツオでちょっとおにぎりみたいにして、キャラ弁、もう今ね、コロナだからね、キャラ弁とかね、そういうのも、運動会も午前中で終わっちゃう時代だからね、張り切りようがないんですよ。でもキャラ弁で、ハリネズミ作るときに、大人のふりかけ本カツオ、こちらですね、ハリネズミになりますよ。なんとなくイメージ的に。うん。針は再現するのに、この大人のふりかけ本カツオが結構なんか、あ、これ結構いいかもって思いました。ハリネズミのキャラ弁っていうのも作ったことがあるんで、なかなかいいでございますよ。うん。今なかなか弁当っていうのがないとは思いますが。で、長くはなりましたが、チームハリネズミ。チームあれ、私は何？チームハリネズミ、母ちゃん。チームハリネズミの、としてですね、有言実行シリーズ、ドカンと当たる。これね、もうマジ、どこなの店舗。私ね、伊勢原で買った記憶あるよ。伊勢原と、あれ、あそこ、伊勢原、三枚出したかな。伊勢原と、馬場堺と西八王子から3枚応募したかな、確か。1枚で当たりましたなんてね、すすずしいこと言いませんよ。3枚出したと思う。結構、期間が1ヶ月半とかぐらい、2ヶ月あったかな。なので、最初に見つけたところで、1回5個買って、次の時に5個買って、最後に5個買ってとかってやった記憶がある。日例の主力は、おにぎりなのよ。焼きおにぎりなんだけど、焼きおにぎり高いんだよ。だからちょっと、高いので行くのもなーと思って、安いので行くパターンと、もう本当に欲しいもので、あ、これ美味しいからって言って、買ったパターンと、あとね、夏休みかなんかがあったんで、焼きおにぎりがあると、そのご飯の代わりに、朝ご飯とか、昼ご飯とかになったりとかして、まあいいなって思うやつと、あと、欲しいままに買ったやつ、なんかいい、なんか、たい焼きみたいなやつとか、スイーツみたいなやつ系もあったりとか、日例っていろいろあって、あとハンバーグとか、欲しいので買ったやつ、欲しいので買ったやつ、安いので揃えたやつ、あとはなんか主力商品でやったやつって、なんか3個ぐらい応募したと思います。その中の一つが、はい、実を結びまして、1万円ゲットです。ゲットです。マジに。これ確かなんかね、土管賞となんとか賞とかっていうのが、その前後の賞が、だから、大したことないのよ。1000円とか、800円、アルプスポイントとかってなってて、で、この、5個買ってのやつだけが1万円だったんですよ。で、これを目指そう、みたいな感じでございました。1万円あるとかなりアルプス楽しめるんでね。ちょっとマジに嬉しいです！ありがとうございました！ご視聴ありがとうございました！